めまして皆様こんにちは。本日は産協ブースにお立ち寄りいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりこちらの時間レンタルサービスでご利用いただける荷揚げ車ダリフの実演プレゼンテーションを始めてまいります。お時間3分少々のお時間となりますので、ぜひこの機会に最後までお付き合いください。さて、日頃皆様はお仕事の中で太陽光モジュールや課題などをマンションや工場の屋上へ設置される方が多いかと思います。その際の荷揚げ、荷下ろしでの様々なお困りごとありませんか？現場近くにはこのように電線が張り巡らされていることもありますよね。特に都心では多いのではないでしょうか。電線のような空中障害物があり、クレーンが振り回せない。そんな時、ダリフを使えばはしごで電線をかわすことができますので、安全に荷揚げを行うことが可能です。また風の影響も受けにくくなります。そして現場に着くまでのお困りごととして、このように道路が狭くてクレーン車が通れない場合があるというお声もよく聞きます。そういった場合にも時間レンタルサービスのダリフなら横幅1680mm とコンパクトな二等車サイズのため、少々の細い道でも、また表彰時の現場でもご利用いただくことが可能となります。さらに建物によってはエレベーターがなかったり、また使えなかったりという場合ありますよね。このラリフは必要な時間だけレンタルできるオペレーター付きのサービスとなっております。1時間からレンタルができますので、外付けのエレベーター感覚でご利用いただくことができます。今お話しいたしました現場のお困りごとを解決するラリフ、今回展示しているもので積載が300キロ、はしごが22メートルまで伸びますので、ビルの7階相当の高さまで対応が可能となります。さらにはしご長さの異なります4トン車ベース 31.5 メートルタイプの車両もご用意をしております。荷物を預け入れるバケット部分にはスライドカーゴ機能、ターンカーゴ機能が搭載しており、荷受け荷下ろしも安全に行えます。本日はバケット部分を皆様向かいまして左手ご覧ください。あちらに実際にご紹介をしておりますので、それでは動かしてみましょう。オペレーターさんお願いします。はい、まずは荷受け荷出しを安全に行えるスライド。高所での荷受けはやはり危険が伴います。このスライドカーゴ機能によりまして、建物内にバケットを引き込んだ状態での荷上げが行えます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは次に朝食物の揚げ下ろしに便利なターンをご覧いただきましょう。太陽光モジュール課題の部材など長いものも安定した荷受け荷出しが行えます。はい、ありがとうございます。それでは実際に作業としてはいかがですか？簡単でスムーズです。はい、そうですよね。さあ、ご覧いただきましたようにこれらの機能を使い分けることで安全に作業を行うことができるというわけです。